1982年の広島東洋カープでは、1982年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、小葉武監督の8年目のシーズンである。小葉監督8年目のチームは共和発行の津田津ネミをドラフト1位で獲得して、投手陣の強化を図り、打撃陣では前年オープン戦で負傷し、シーズンを棒に振った。 山崎隆三が1年半ぶりに復帰し、同じく俊足の高橋義彦との1.2番コンビを形成。チームは開幕から好調で、前半戦はエース北別府学ブやルーキー津田の活躍などで巨人、中日と首位を争った。このまま2年ぶりの優勝かと思われたが、後半戦は山本浩二、絹笠義男、アートガードナー、ジムライトルなど主力打者が息切れ。 8月中旬の8連敗で、首位戦線から脱落し、阪神に抜かれて4位に転落すると最後まで浮上しなかった。投手陣では北別府が20勝を挙げて、初の最多勝ちと沢村賞を獲得し、津田も11勝を挙げて、新人王に輝くなど、先発陣が活躍しチーム防御率は3.30のリーグ3位と検討したが、それ以外の投手が勝ち星を伸ばせなかった。 打撃陣では、高橋、山崎の1.2番コンビが、打線の中心となり、達川光夫、長島清行、幼い高市といった若手が対等するなど明るい、話題はあったものの、山本、絹笠らベテラン組が、後半戦以降成績を落としたのが諸に響いた。チーム盗塁数は、山崎の復帰で、前年の54個から99個へと倍増したものの、本類打は、 前年の181本から44本減って139本でリーグ2位に交代。シーズン終了後1979年1980年の2連覇に貢献した金田亀弘や渡辺秀武などが引退し、水谷実夫が阪急へ移籍するなど、世代交代が加速していく。ありがとうございます。